今回はスカブケースに100回挑戦してみました。スカブケースの派遣種類としては5種類ありますけれども、8万5000ルーブルを払う種類となっております。これから申し上げる評価金額ですね、条件としては8万5000ルーブルを1回払うというのを100回やりました。評価金額としては派遣時のフリーマーケットでの最安値を基準につけております。なお、派遣時期は2021年4月中となっておりますので、動画をご覧になっている時の相場とは若干違うかと思いますので、そのあたりはご了承ください。はい、ではそれでは早速結果を見ていきましょう。こちらが1回の派遣ごとに得られたアイテムをメモしたデータとなっております。読めないと思いますけれども、結論としましては儲かりましたのでご安心ください。こちらで見ると1回の派遣ごとに得られるアイテムの種類は2から5となっております。派遣結果としましては、回収金額総額は932万9000ルーブル、派遣費用は8万5000ルーブル ×100 回で850万ルーブル、利益率は 8.8% となりました。結構儲かったんじゃないですかね。それでは次に内容の分析となります。先ほど1回の派遣ごとにアイテムを2から5種類もらえたとありましたけれども、1回の派遣ごとの金額のばらつきやどんなアイテムをもらえたのかというところをお伝えしていきたいと思います。こちらは1回の派遣ごとの回収金額を多い順に並べてみました。1回の回収額が30万円を超える回もありますけれども、約1万ルーブルのところもあります。ここで見ていただきたいのは横の赤い線ですね。8万5000ルーブル、すなわち派遣費用となります。ここで見えてくるのは、利益が出た回は32回、つまり3回に1回は儲かって3回に2回は損をするということになります。ですので、何かこれは損をするんじゃないかと感じた方は、何回も派遣していただくことで、儲かる、期待が持てますので、何回も派遣していただければなと思います。次に回収したアイテムを分析していきます。まずは以下の7つに分類してみました。武器類としては武器・弾薬・アタッチメント、防具としてはアーマーとヘルメット、ギアとしてはリグ・バッグ・ヘッドセット、マスクなどのウェア、次に鍵とコンテナ、貴重品、貴重品はライオンやゴールドチェーンなどです。医薬品と食料品、上記にないその他のバーターアイテムや手帳などの情報系、こちらに分けてみました。左側が回収金額の割合、右側が回収数の割合となっております。回収金額は武器と鍵が3分の1ずつ、数量ベースですと武器類が3分の2になりますので、ここから言えるのは単価の高い鍵が出るかが利益に直結するということになります。次にどんな高額なアイテムが出たかをお伝えしていきます。一番高かったのはオブジェクト 11SR キーカード100万ルーブルとなります。こちらはインターチェンジの出口の鍵となっております。次が45万ルーブルでラボの入場料アクセスキーになっております。その次が新武器の弾薬ですね、338ラプアマグナム AP 弾、これが私がもらった時が一発単価が6万8000ルーブルで5発入ってましたので34万ルーブルとなっておりますけれども、相場の変動が激しいかと思いますのでご注意ください。あとはリザーブの鍵や、アーマー類、金属製燃料タンク、 MDR、 あとヘルメットとか、砂糖とかとなっております。やはり高い鍵が出たことが良かったのかなと思います。次に興味のある方もいらっしゃると思いますので、フェンスのタスクであるコレクターに必要なアイテムが出たかというところになります。金色の鶏像と紅茶、そ
それからテストマスクが出ましたので、こちらのタスク目的でスカブケース回していただいてもいいのかなと思います。最後にまとめとなります。利益率は 8.8%、 派遣3回に1回は儲かり、2回は損をしました。フェンスのタスク目的にも有用です。よって派遣回数を重ねることで儲かる期待が大きくなってきます。1回2回損をしただけでめげずに何回もスカブさんに頼んでみてください。はい、それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。